はい、おはようございます。アサイメンタクリニックの院長増田祐介です。今日がですね、7月の11日ですねの木曜日となります。朝ごはん食べます。パンとですね、ブロッコリーですね、食べます。昨日、里前とですね、里前さんとミキミキと親友のミキミキと動画撮影して、で、8時ぐらいから撮影して、終わったのが11時過ぎで、12時前ぐらいで、で、舞踏家とコラボも、舞踏家の店長とコラボできるっていうことで、金曜日に。まあ、なんとなくね、舞踏家行こうかって言って、時間がまだギリギリだったんで、じゃあ、いただきます。あ、これね、辛いやつで食べます。行ってですね、夜中の12時前からラーメン食べて、ちょっと今日は健康的にブロッコリーをこうね食べます。はい、いうことでした。で、里前さんの本ももらったので読みます。なんか結構しっかり書いてるね。時間の浪費。すごいね、この時間の浪費の正体、時間の3つの断り、自分の本心に気づき、本心に従って行動すると。なるほどね。ちょっと動画また見て、まあこれで動画を撮っても面白いかもしれないですね。里前さん呼んでね。撮影はまあ結構ね面白かったですね。というか僕やっぱりね、自分が思ってる以上にコミュ障というか、なんか1回目の時はねやっぱぎこちなくて、コラボ1回目は、2回目になるとね結構喋れるんですよ。じゃあ打ち合わせしろよって話なんだけど打ち合わせちゃんとした方がいいですね。だから、1回打ち合わせして馴染んでまたちゃんと動画撮るって形の方が多分いいんだろうなと思いました。ただ打ち合わせしてから何かするって結構時間も食うし、 YouTube 関係の人って忙しい人も多いんで、まあなかなか、いや理想は打ち合わせをする1ヶ月か3ヶ月ぐらい時間を置いて、その間なんとなくその人の YouTube 見たり、なんとなくこう親近感が湧くための時間を作る撮影っていうのがいいんでしょうけど。辛い。っていう気がしましたね。
でも3人は結構楽しかったですね。3人で撮るとパン食べます。おお、いいね。気が楽ですね、2人で喋るより。そうですね。でもこれでその再生回数がね、ある程度取れないとはダメだから。人動いてね、お金も動いてるから。そこが YouTube のちょっと難しさ。でもミキミキもそうだし、里前さんもそうだけど、やっぱりあの規模、なんだかって言ってチャンネル規模でかい人だから、喋りがうまいというか、演者としてのレベルが高くて結構いいですね。なんかテレビタレントの人の演者力と YouTuber の演者力って微妙にちょっと違って、なんかテレビ系の人の演者力ってもうちょっとなんかこう、この瞬間にこれだけ詰め込もうみたいなうまさみたいなのが、なんか圧縮力がすごいなというのが僕のイメージで、圧縮力があるがゆえになんか細かい情報を落としちゃう感じがあるし、逆に僕の話ってそのちょっと専門的な話も多いから、そのテレビの人が持ってる長所、圧縮力が生きないんだよね。なんか変えてなんかぐちゃぐちゃになっちゃう時があるんですよね。 YouTube ってもっと長くダラダラとやるもんだから、ダラダラとやるんだけど退屈させないぐらいのなんか演技力、圧縮力っていうのが大事で、その感じがすごくこう、なんて言うんだろう、あるというかね、あるというか、まあだらだらと喋ってもダメなんだけど、なんていうか、ほどほどに圧縮力がないといけないというか、これがね、なかなか、なんて言うんだろう、なんかやっぱ実力差というかだなぁと僕は思っちゃいますね。もちろんね、なんて言うんだろうね、ありますね。いや、そう、またなんかこの話はしてもいいのかもしれないですけど、まあそうですね、まあ、今回もねしっかりミキヤ先生の無茶ぶりに応え、いろいろやりましたけど、でもね意外とね、最後にちょっと盛り上げるっていうか、ミキヤ先生ね、こっちが振ったことね、意外とね、とか言って、すごい渋るん。いや、ミキヤ先生、これやってもらっていいですかと。とか言って、この間何なんだろうとか、怒らしちゃったかなと思って。ね、10近い上じゃないですか。上の人だし、上の先輩でもあるし、もうね、高須グループの総委員長じゃないですか、ね、でそんなねお金持ちの人がこんなね小汚い増田のとこに来てもらってるわけだからとか思って、みんなこうわーって なってやりましょうって言うんですけど、結局やってくれるんですけど、でも結構渋るんですよ。
あれな、演技なのかなと思ったり、本当に嫌なのかなと思ったり、本当に嫌なパターンもあるじゃないですか。結局、わかんないのよね。上品な世界で生きてきた。上品なのかな、ちょっとわかんないんですよね。ちょっとだけ。いや、例えば、僕の中で、ちょっとやっぱり、その男子校のノリって防衛大で止まってるというか、あそこのノリになっちゃってるから、結局、究極的に言ったら、結構めちゃくちゃというか、なんだろうなと思っていて、だから防衛大のところで盛り上がったやつの 0.8 かけを3回ぐらいやったバージョンじゃないと、やっぱ一般のお医者さんにはちょっとあれかなと思ったりもするし、かといって上の世代だから、若い世代のほど、クリーン思考で無茶ぶりは嫌がるんで、なんかどうだったんだろうと思いつつ、いやーと思いましたね。だからもうちょ、意外とね、だからドッキリとか好きじゃないのかなと思って、やっぱりなんか僕の印象はよしよしやろうやろうみたいなノリかなと思ったら、結構うんとかやるんですよね。うんうん、かといってね、変なところをぶっ込むからね、よくわかんないな、よくわかんないっていうか、なんか不思議だなとは思いますけど。だからでもなんかコラボ結構楽しくて、楽しいっていうか3人ぐらいで喋ると結構気が楽で楽しいんで、またなんかね、コラボとか対談とかをちょこちょこやって、再生回数取れるとかね、登録者数増えるんだったらやりたいなとは思ってますね。なんかいい人いたら皆さんご紹介ください、コメント欄の通知で。まあぐらいかな。まあいろいろ喋ってるし、長い動画もいくつかあるんで、まあそんな感じです。はい、じゃあ終わります。じゃあまた。